さて、アメリカで練習を続けている高橋大輔と村本香菜、2人から練習の映像とメッセージが届いています。すっかりと私が言うのもなんですけど、町田さん、アイスダンサー高橋大輔ですね。そうですね、今年1月にアイスエクスプロージョンで演じた際にはまだ少し慎重に滑っているという感じでしたけれども、はい、今はガンガンスピードに乗って一心同体という感じが見て取れますね。そうですね、そのアイスエクスプロージョンの時に村本香菜が、高橋大輔がスピードがあるのでそのスピードを生かしたアイスダンスカップルになったら面白いんじゃないかって言ってたんですけど、はい、まさにその形にどんどん近づいていってるのかもしれませんね。そうですね、そしてつい先日、今期のプログラムが発表されまして、リズムダンスはジム・キャリーが主演した映画マスクの一番有名な音楽、はい、そしてフリーダンスがラ・バヤデール、バレエ音楽のプログラムになっています。そうなんですよね、おそらくお披露目となるのがグランプリシリーズ日本大会、今月の下旬です。はい、どんな2人が見られるのか楽しみです。